赤はキューバのフィリベルト・アシクイ、青日本の永田。グレコローマンでの日本の決勝進出は88年のソウル大会以来。キューバのアスクイ27歳、アトランタではもう少し体重の重い74キロのゴールドメダリスト。日本の永田は26歳、アジアの今年のチャンピオンです。予選グループ1勝1敗苦しんだ永田が準決勝でロシアのグロチコフを下して決勝へ。金メダルですと84年のロサンゼルスの宮原選手以来、銀メダルですと88年の同じ宮原選手以来という対戦。そうですね、なんとか頑張ってほしいですね。日本からは永田選手の家族、親戚も、はい、たくさん見えてますね、はい、駆けつけてます。マットチェアマンが紹介されています。さあ富山さん、はい、キューバと日本の対戦、ちょうどこのシドニーオリンピックの前にですね、はい、キューバは日本に訪れて、はい、山梨で共に合同の合宿を組みました。そうですね、9月の1日から1週間ぐらい合宿したんですが ね、はい、ね、私どもも取材に行きましたが、はい、このアスクイと永田は随分組んで練習してました。はい、ガンガンやってましたね、はい、したがって永田に試合前に聞きましたら、アスクイのことはもう全部わかってるって言ってましたそうですね。そして日本の永田は満足せずにここで頂点を一気に目指してもらいたい、はい、一発いきますよと言ってましたからね。永田の狙いは粘って粘って僅差で後半勝負という本人の話でした。そうですね、やはり前半失点をできるだけ抑えて、やはり後半に追いつくパターンになってくると思いますけどね、はい、赤キューバのフィリベルト・アスクイ、青日本の永田26歳。さあ6分間の試合、まず第1ピリオドの3分が始まります。お互いタイプとしては差して前に出るタイプなんですよね、はい、これはもう差し負けないことですね、はい、まず最初にパッシブを取ると、でグラウンドでしっかりロールングで返すと、このパターンでが一番いいと思いますね。前に前にキューバのアスクイが出てくる。永田も前に前に行こうとしています。今みたいに押しといて引き落としが効くんですね、はいはい、押してるだけではうまくダメですね。押して引いてうまくそのコンビネーションの中から胴タックルとかね入っていくと永田君のベースになると思いますよ。どの階級でもそうですが、キューバの選手はそのクラスの中では長身の選手が非常に多くなっています。したがって手が長くて柔らかさを持っているのがキューバの選手の特徴。非常にやりづらいタイプだと思いますよ、はい、前に前に出ているのはキューバのアスクイか。パッシーブを取られると日本の永田は苦しくなりますが、レクリーはじっくりと見ている。揺さぶった方がいいですね。あーレクリー青パッシーブ、永田消極的と判断されました。さあここは永田のピンチ、キューバのアスクイのチャンス、勝てば金メダルという69キロの決勝です。さあ永田は準決勝でもディフェンスで粘りました。普通のローディングは手首で決めるんですが、手が長いために胴まで入るんですね、はい、持ち上がるか永田が粘る、あーっと返してしまった。ポイント3ポイント、さらに1ポイントが入った、4ポイントか。キューバのアスクイが先にポイントを取った。先に4ポイントが入りました。キューバ強烈なんですね。この体型からはそれほど力感は感じないんですが、しかしパワーを持っているキューバ、ね、手が長いですから肘まで回るんですね。立ち上がり、はいはい、ローリングと引き上げのコンビネーションでどちら来るか分かんないんですね、はい、またリフトが上げた、投げられるか、キューバのチャンス、返った、5ポイント、ね、さらに6ポイントが入った。10ポイントが入りますと TKO になりますが、テクニカルホールになりますが、ここで外か、テクニカルホールですね。10点以上差がつきました。11対0金メダルはキューバのアスクイ、日本の永田敗れて銀メダル。さすがにアトランタのゴールドメダリスト、キューバのアスクイは強かった。11対0で金メダル、もうリフトされてはどうしようもないですね、防ぎようがないですね。1分44秒という試合でした。やはり強かったキューバのアスクイ、オリンピックで連続の金メダル。しかし、ね、はい、日本の永田は敗れましたが、ね、立派ですよ。グレコローマンでは、はい、88年のソウル以来の銀メダルを獲得です、はい、ここまで上がってくるだけで本当に立派です。大健闘したと思います。
金メダルは69キロ級キューバのアスクイ。日本の永田は敗れましたが銀メダルを獲得しました。これですね、これリフト上げてバック投げですね。これで5点プラスリフトポイント1点で6点入りますからね。まずこれは一番初めの投げ技か。しかしこの持ち上げるパワー、さらに返していく柔らかさを持っています。そうですね、これじゃ防ぎようがないですね。アスキーも自信を持って投げてますね。日本の永田はなんとか粘って僅差で終盤までと言ってましたが、ね、立ち上がりにビッグポイントを奪われました。豪快な投げからポイントを重ねてキューバのアスクイが金メダル。しかし、はい、ま、優勝を 目標にやってきた永田が銀メダルを獲得しました。そして日本のレスリングのメダルの歴史がですね、またつながってきました。そうですね、69キロ級はキューバのフィリベルト・アスクイ。日本の永田敗れましたが見事な銀メダル獲得。銅メダルはロシアのグロチコフということになりました。さああとは残る階級は2つです。この後多分セレモニーが入ってくると思いますね。